ちに行ってみようかなと思います、結構ね有名で YouTuber さんの方もかなり行かれているということで、前から気になっていたこの、社員食堂、南海のね社員食堂行ってみます。絶対わからないよ。
旅に出るみたいな感じでございました。まあ本当にあの特にあのこだわってるとかじゃなくて、もう安くて普通な味というか、一般的、ごくごく一般的なね、定食かなと思います。ですね、この南海そばっていうのがあるんで、この横をね取っていきます。南改札口に向かっていきます。そしたらこういうあのレンガ造りの通り抜け道みたいなのが入るんで、でもその階段の手前にあります。ですね、チューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。